お疲れ様です3月9日土曜日朝4時半の相場解説になりますえ今日土曜日なんで市場はないんですけども昨日の雇用調整をちょっとね振り返ってみようかと思いますえ昨日の時点ではこちらの方にレンジが引かれたような形になってその間で小刻みにですね、えー、利幅を取っていくってことになりましたけどもえ雇用調整が起きてでその前からなんですがちょっと大きな流れがここに起きてますね えー、これはね、えー、米国雇用調整のちょうど時間にあたるのかなっていうところがありますけどもどうもね市場予想を上回って就業者数が増えたという方は景気が良くなったはずなんでどちらかというとねあの、まあ、円安の方向に動くのかなと思ったんですけども反対でしたねこれね。うんまあ、こういうこともありますんで材料の時はポジションを持たないっていうね 基本理念にまた戻った方がいいのかなというところでございます。あと、ここもちょっと大きな動きがありまして、上髭下髭を同時に出して大きく動いているところがあります。やっぱり材料っていうのはすごく慎重にならないといけないかなっていうのと、今回金曜日ですね、特に材料のこう多かった一週間ですから、FOMC の発表もありましたしね、 そこが二つに絡み合って、えー、単なる雇用調整だけでは収まらなかったんじゃないかなというふうに思いますね。うん、まあ一週間本当大変だったと思いますけどもお疲れ様でしたあ。またまとめでお会いしましょう。